どうも、小平です。お願いします。ありがとうございます。今日はね、いろんなイラストを描いてきたんで、よかったら見てください。あ、これ、最近節約を覚えたドラえもんですかね。なんか慌てるときね、普通秘密道具出るんですけど、めっちゃドンキ行ったんでしょうね、最近。はい、続いて。あ、これ美魔女なだけで魔女の集会入ろうとしないで、しないでくださいね、本当に。はい、ちょっと、マジで、いや、まあこのまま行きますけどね。はい、ちょっとね、続いてこちら。はい、あ、坊ちゃん一生鬼ね。あ、ちょっとかわいそうですよね。これ、心まさおくんですね。はい、まさおくんじゃなくてね、続いて。世界一かわいい心霊写真ですね。はい、全然怖くなかったということで。はい、続いて。手を上げた方が体にいいよ。あ、これギリギリ逮捕されなかった人ですね。すごい急カーブで、すごいね、F1 だったら事故起きるぐらいの、すごい曲がり方してますけどもね。はい、ただ悪い人の言うことなんでね、すぐ聞くのをやめましたけども。続いてね、はい。あ、これ和尚さんがお寺を辞めた悲しい理由ですね。そのなんか考え方が精神的に変わったとかじゃなくて、そのシンプルに毛量をね、憧れちゃったということで。はい、続いてね、グリとグラですね。はい、あ、これグリとグラの反抗期は来てますね。俺がリスカイのドンダチャ、可愛らしいですね、だいぶ。はい、ね、どんな反抗期なんですかね。コロコロコミック最新刊早く欲しい。ああ、素敵な14歳頃なんでしょうね。はい、どんぐりころころどんぶりこ、大池にはまって去った異変、ドウジョウが出てきてこんにちはは、坊ちゃん一生に遊び魔女ということで。はい、すいません、童謡を聞いていただいてありがとうございました。